雷がね、鳴り始めてますね。雷の音が鳴り始めてきてます。雷がね、鳴り始めてますね。雷の音が鳴り始めてきてます。なんかさ、で待って、見て、ワラシがさ、赤になる、光る、赤になって終わって、赤になって終わってってなんて言うんだけど、ちょっとモモがやばいかもしれん。モモがえぐいかもしれない。赤に光る、モモがえぐいかもしれない。赤に光る、モモがえぐいかもしれない。赤に光る。ただ右のトンネルが車、左が遊歩道じゃないけど人間が通れるトンネルになってるんですけども、あ、気持ち悪い、あ、来そう。普通にちょっとちっちゃめなトンネルなのかな、ちょっと電波がねまだわからないんですけど、ちょっと遊歩道っていうか人間の、お、何、待って、動物、赤ちゃんの鳴き声するんだけど、赤ちゃんの鳴き声だったよね。いや、周り畑なんだよ。あそこ工場でしょ。赤ちゃんの鳴き声がする。何？どういうこと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 ？普通に今、赤、どこかに横なって。これ何の声？普通に男性の叫び声みたいにしたんだけど、待って、メインこっちなんだけど、男性の声してる、え、男性の声してないよ、え、誰もいないんだけど、誰もいないよ、あ、何これ、何の声なの？これ、鳥？何、何、何？ホラーっつってるんだけど、ちょっと待って、何これ、カオスなん？人じゃない？大丈夫？人じゃない？大丈夫？めちゃめちゃ怒鳴り声みたいに聞こえる、私も。でも、山ん中なんだよ。大丈夫だよね。とりあえずトンネル行こう。ここは手まり少女が現れるトンネルです。手まり少女が現れるトンネルです。声やんだ、声聞こえなくなった。一応ね、なんか祀ってはなさそうなんだけど、祀ってるのかな、これちょっと見えないな。いや、祀られてないですね。祀られてないんだけど、あれがあります、祠がありますね。このトンネルは1985年の3月、私の誕生日と同じですね。私の誕生日と同じですね。私の誕生日と同じですね。お邪魔します。お邪魔します。ライト明るいので消していっちゃいます。ね、待って、やだ。どういうこと？身の危険を感じたときはボタン押してくださいってやばくない？何、ここは危険なん？変死者ってことで、身の危険を感じたら押しましょう。
にもあるよ。2個目だよこれ。何身の危険って、どういうこと、意味がわからないんだけど。ほらそこまで広くないよ。だってこれが鳴るんだね。これが鳴るってことだね多分ね。もうさ、これさ、外誰もいなかったらアウトじゃない？声がする。ちょっと普通にこっちのトンネル次通ります。次こっちのトンネル普通に通ります。お邪魔します。こんばんは。お、水、水みたいな音がする。こんばんは、お邪魔します。なんかさ、ここさ、バックします。バックしない。天井がすごい高いトンネルですね。普通に手で作られてるトンネルですね。しかもこれ手掘りだ。手掘りトンネルです。これなんかほら、もう土とかもあるもん。こんばんは、こんばんは。誰かいらっしゃいますか？いらっしゃったら音を立てていただいてよろしいでしょうか？お邪魔しております。誰かいらっしゃったら音を立てる、声を出す、何かリアクションをいただいてよろしいでしょうか。なんかトンネルの中曇ってない？トンネルの中曇ってね。これ肉眼だと普通なんだけど。音がする。待って、なんでこんな曇って見える？音がする。音がする。ちょっと今さ、オプチャ見れる人います？今オプチャ見て、全くもって曇ってないんだよ。いや、レンズでも普通のところ普通に映ってんだよ。普通に映ってるんだよ、これ。これ何が起きてんだろう。どういう現象だろう。いや、何現象が起きてる？これ。待って、電気関係かなと思ったけど、電気消しても意味ないよね。何が起きてるん？見て、曇ってないでしょ。なんでトンネルだけ映すとこんなに曇る？意味がわからない。意味がわからない。来るなって言われてるってこと？ちょっと待って、誰かいますか？こんばんは。めちゃめちゃ曇ってるんですけど、大津と、え、誰かいます？あ、入ると普通。どういうこと？誰かいますか？近い。近いですか？私の近くにいるんですか？
音鳴らしていただいてよろしいでしょうか。通りますよ。もう一度通ってよろしいでしょうか。誰かいらっしゃいますか。こんばんは。私とお話をしませんか。私とお話ができる方いらっしゃいませんか。ちょっとスピリットボックスつけますか。こんばんは。誰かいらっしゃいますか。いらっしゃったら私とお話をしませんか。見ていてくださってるんですか。ありがとうございます。お話はできますか。私のぬいぐるみ今日連れてきてるので一緒に遊びませんか。私のぬいぐるみと一緒に遊びませんか。懐中電灯、懐中電灯が眩しいですか。ボールで遊びたかったんですか。私今ボール持ってないです。ライトもつけてないですよ。ここは手まり少女が現れるトンネルです。誰もいらっしゃいませんか。いや声するよね。私の反響じゃない。地下道じゃない、地下道じゃない、普通の道のトンネル。遊歩道と、遊歩道じゃない、歩くところと車の通るところがある。ごめんなさい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。すいません、すいません。超怖かった。普通に怖かった。大丈夫です、大丈夫です、すいませんでした。ちょっとめっちゃ怖い現象が起きました、今。普通に声がしたから走りました。人じゃなかったです、人じゃなかったです。っていうかさ、待って、もうさ、トンネル自体が両方曇ってるんだけど、私肉眼曇ってないんだわ。でも携帯自体が曇ってる。何が起きてるんこれ、マジで。吐きそう。いや、吐きそう。いや、吐きそう。いや、吐きそう。大丈夫です、大丈夫です。ね、見てこれ。なんでトンネル曇るん？意味がわからない。歩こうとするしな。みんなわかる？この曇り。今さ、私もう一回写真撮ったからみんなに見せるね。そう、話し声が普通にしたんだけど誰もいなかった。追いかけてこられたんかと思った。めっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった。普通に大丈夫です。誰もいなかった。追いかけて来られたんかと思った。めっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった。次大丈夫です。誰もいなかった。追いかけて来られたんかと思った。めっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった。次大丈夫です。ちょっとにゃんきち、あ、また声する。待って待って、じゃ、嫌だ。でもあっちだよ、私の車。待って、じゃ、嫌だ。でもあっちだよ、私の車。待って、じゃ、嫌だ。でもあっちだよ、私の車。待って、じゃ、嫌だ。こんばんは。撮りますよ。
誰かいます？じゃ次こっちから行くか。声するんだよね、ずっと。でもさ、女の子じゃないんだよね。女の人なんだよね。聞こえた？わーって。わーってする。こんばんは。今の音何？トン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 って聞こえた？今の。今の何？誰かいらっしゃいますか？真ん中ラスビフォしようか。ちょうどさ、ここで声したよね。スピフォ行きましょう。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと。あっ、待って。ガンって落とした。ガンって落とした。こんばんは。誰かいます？トンネルを今叩いていただけました。ありがとうございます。もしよかったらもう一度音を立てていただいてもよろしいでしょうか？一緒に私のぬいぐるみと遊びませんか？待って、傘つってる。人が歩くような音がしてる。待って、歩いてる音しない。歩いてる音しない。今ほら歩いてます。誰かもう一度トンネル叩いてください。その音の鳴る方に行きます。よかったらお話をしませんか？ちょっとここで停電をしましょう。じゃあこのままね、停電。あー、スピボが勝手についた。スピボが勝手についた。じゃあ私ちょっと無言になってます。人間は向こうを向けてます。にゃんきちくんの下にゴーストチューブ置いてます。退屈。変な音がする。待って、歩く音めっちゃするんだけど。あ、後ろ足音やばいですね。何の音？聞け。にゃん吉？喋んなくなった。にゃん吉？え？にゃん吉？
女の子と遊ぶ？女の子いる？おかしいよね、にゃん吉。にゃん吉くん。女の子と遊んでみて。はいっつった？待って、はいっつってるよ。あっ！落とした。どうした？どうする？入って言って。にゃん吉くん。女の子と遊んでみて。何？女の子と遊んでみて。今頃はい？どういうこと？あんた。私の反応じゃないよね、こいつ。こいつ、私の反応じゃない気がしてきたんだけど。にゃん吉。にゃん吉。女の子と遊んでみて。はい、つと。女の子と遊んでみて。何？女の子と遊んでみて。今頃はい？どういうこと、あんた。にゃん吉くん。はいっつってるよね。女の子とさ、遊んでみてよ。マリオキくん、女の子がいるんだって。遊んでみて。にゃん吉くんと遊びたいみたい。にゃん吉が一人でにおしゃべりをしてますね。これはおかしい。マリオつく女の子、もしいらっしゃったらにゃん吉くんと遊んであげてください。寒い。寒いですか？今寒いということですか？はいっつってる。にゃん吉が返事する。女の子の方いらっしゃいます？気分を害した。気分害しました？私のせいですか？にゃん吉。返事するな。にゃん吉。女の子と遊べる？遊べる？にゃんさん。ああ。ああ、つまって。ああ。男らしいじゃん。にゃん吉さん、男らしいっすね。遊んであげてくださいよ。はい。はい、戻った。あなたと遊びたいみたいですよ。マリみたいに丸っこいから。遊んでみてくださいよ。皆さん終わりにします？待って、わらし見て。わらしが光った。わらしが光った。最後の最後、わらしが光った。ここは手まり少女が現れるトンネルです。